どうもこんにちは、作業療法士の美野です。今日は高齢者の方に向けて、鍛えれば間違いなく健康寿命が伸びると言われている下っ腹の中にある大腰筋という筋肉のトレーニング方法をご紹介していきたいと思います。この大腰筋というのはですね、いわゆる腸腰筋の一部になります。腸腰筋というのは大腰筋、小腰筋、そして腸骨筋、この3つからなるのが、総称が腸腰筋というんですけど、そのうちの1つ、この大腰筋というのはですね、とても珍しい筋肉で、体幹、まあ、つまり背骨からですね、股関節、足の骨に直接ですね、こう繋がって結びつけている筋肉で、筋肉の中でも背骨とですね、この足のですね、骨に直接つながっている筋肉って、この大腰筋、ただ1つなんですね。この大腰筋というのはですね、歩いている時の姿勢をですね、維持してくれたり、やはりあとはですね、歩行の能力ですね、歩きを大股で、そしてスムーズに安全に歩けるようにするのがこの大腰筋の役割になります。やっぱりこの大腰筋が弱くなったり硬くなってしまうとですね、この股関節が特にこれ下っ腹のところですね、前側から硬くなってしまって、歩き方がですね、このようにここが固まるので、こういう風にですね、こういう歩き方になっちゃうんですね。足が後ろから前に、後ろから前に振り出せなくて、こういう歩き方ですね。足を前に前に、なんとか前に出そうとする、歩き方になってしまいます。そうするとですね、足が高く上がらなくなるので、すり足が増えて転びやすくなってしまって、そしてあとは大きく大股でこう歩くことができないので、速度も乗らなくなってしまって、歩きが遅くなって不安定になってしまいます。そして一番厄介なのが、ここが固まってるということで、仮につまずいたとしてもですね、パッと一歩出なくてですね、そのままバターンと倒れてしまって、骨折などの大怪我につながってしまう。なのでここの筋肉がしっかりと働くようになると、歩行能力もアップするし、バランスもアップするし、姿勢もアップするしと、とてもいいことがいっぱいあって、そして健康寿命も、直接伸びると言われているんですね。実際ですね、研究で大腰筋、腸腰筋が強い方、しっかりと正常に働いている方は、本当に健康寿命が高かったというね、数値的なデータもあるようなので、この大腰筋をしっかり鍛えて、いつまでもスムーズに歩けるように、いつまでもいい姿勢で歩けるようにですね、僕と一緒にトレーニングを行っていきましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続けられる運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして私の過去の動画ではですね、お家の中でもしっかりと運動できる方法というのを紹介しておりますので、こちらも合わせてご確認いただきたいと思います。動画の最後にクリックできます。さあ、それではですね、なかなか普段鍛えられないこの大腰筋、どんな方法で鍛えるのか、僕と一緒にやってみましょう。さあ、それではですね、早速健康寿命が上がって歩行能力もアップする大腰筋のトレーニングをお伝えします。最初に申し上げたようにですね、大きく後ろから前にこう足を振り出すような、このように大股で歩くのがですね、大腰筋の役割なんですけど、この能力が落ちてしまうと、ここが硬くなってしまって足を後ろに引けなくなるので、前に前にと、こういうペタペタ歩きというね、歩幅もちっちゃく、なんとか足を前に出そうとする、こういう歩き方になってしまうんですね。なのでしっかりとですね、ここの硬さをまず取っていくストレッチというのを行っていきたいと思います。椅子の方にですね、捕まっていただいて、片方の足を大きく後ろに引きます。引いた足は外に向けましょう。はい、そしてですね、この状態で前に体重をぐーっとかけながら、後ろに引いた股関節の付け根を前に突き出すようにぐーっとですね、伸ばしてあげると、この付け根のところが伸びてきます。けどやっぱり相当硬くなっているとね、ここすごく硬く、突っ張って痛い感じがすると思いますので、まあ、無理なくね、そんな強い痛みが出ない範囲で、骨盤を前に、股関節を前に突き出してみましょう。ではこちらですね、20秒間しっかりと伸ばしていきたいと思います。さあ、ではですね、20秒測りますね。いきますよ、よーい、スタート。さあ、ではですね、このように足を大きく後ろに引いて、足先外向けた状態で骨盤を前に、股関節の付け根を前に突き出してみましょう。気持ちで体まっすぐ起こしてあげるとしっかりと伸びてきますからね。さあ、これで大腰筋伸ばしていきますよ。ちょっと痛いと思います。はい、 OK、 戻しましょう。では今度は反対側ですね。では片方の足を大きく後ろに引いて、足先は外に向けましょうね。そして前足に体重をかけながら、
はい、ではぐーっと股関節の付け根から骨盤を前に突き出していきます。ではいきますよ、よーいスタート。さあ、これでですね、付け根、特に股関節の付け根ら辺からぐーっと伸びる感じを出していきましょうね。ちょっと痛いなと本当に思うと思います。やっぱり股関節ね、硬くなりやすいのでしっかりと伸ばしていきましょう。体がこう後ろ反らないように気をつけてくださいね。さあ、もうちょっとですよ。はい、OK。さあ、そしたら今度はですね、左足を後ろからこうクロスさせていただきます。そしてですね、捕まりながらで OK なので大きく側屈をしていきましょう。そして下っ腹の筋肉ぐーっとちょっと外に突き出していただくと、この大腰筋ですね、しっかりと伸びてきますので、このポーズで10秒、20秒間ですね、しっかり伸ばしていきますよ。ではいきます、よーいスタート。さあ、これでしっかりとですね、ぐーっと伸ばしていきましょう。手もですね、遠くへこう斜め上の方に伸ばそうとするとしっかりとね、伸びてきますからね。さあ、これでぐーっと大腰筋、お腹の中から伸ばしていきます。さあ、もうちょっとですよ。はい、 OK。 ここからぐわっと伸びる感じだったと思います。では今度は反対側ですね。では右足を大きく後ろにクロスしていただいて、そしてぐーっと側屈していきましょう。ではいきますよ、よーいスタート。さあ、捕まりながらね、全然 OK ですからね。さあ、この時にですね、あまり伸びる感じないなって方はしっかりと斜め上に手を伸ばすことと、この下っ腹をですね、こう突き出してあげてくださいね。そうするとですね、ぐーっと伸びる感じが、お腹の中から伸びる感じが出てくると思います。しっかり伸ばしましょう。はい、 OK。 ここから今度は筋トレの方をしていきましょう。さあ、ではですね、まずさっきと同じようにですね、足を大きく後ろに引いて、足先は外向ける、これは同じですね。そしてですね、頭の後ろに手を回していきます。引いた方の足側ですね、僕の場合は今左足を引いているので左手を頭の後ろに持っていきます。で、ここからですね、野球でですね、こうボールを振りかぶってこう投げるように、肘を振りかぶって投げて、肘と膝を近づける、振りかぶって投げるように肘と膝を近づけるという運動を行っていきます。で、こちらですね、一度ぐーっと振りかぶっていただくと大腰筋が伸びて、そしてぐーっと近づけると大腰筋が縮んでと、しっかりと筋肉が伸び縮みされて鍛えられてきます。もし腰とかが痛くなっちゃう場合は体に合わない可能性があるので、これは無理しなくて OK。 もう一個最後に違う方法のもお伝えしますので、痛みが出る場合は、やめていただいて OK です。さあ、ではですね、大きく振りかぶって、そして近づける運動10回いきますよ。せーの、1、2、1。さあ、肘で大きく振りかぶって、さあ、肘と膝つけなくていいですからね。4、1、近づけるだけで OK。 5、6、ふっ、ちょっとお腹にぐっと力が入ります。4、1、はあ、ち、せーの、9、うっ、ではラスト、10、やった。はい、 OK。 さあ、では今度反対側ですね。では先ほどと同じように、今度は右足を後ろに引いていただいて、足先は外向けましょうね。で、右手は頭の後ろになります。ではこのままですね、振りかぶって投げるように近づけていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、1回伸ばしますよ、6、そう、振りかぶって4、1、近づける、はあ、ち、お腹意識して、9、う、ラスト、10、と、はい、 OK。 さあ、これでですね、しっかりとお腹の方にグッと力が入ってきて、ここが働きやすくなってきます。
では最後もう一つの運動方法ですね。もう一つの運動方法はですね、このようにですね、足を後ろに引いていただく。ちょっと見やすいようにね、これどかしてますけど、足を後ろに引いていただいたら、ここからですね、このように斜め上に持ち上げる。後ろから斜め上。まあ、カエルの足みたいにね、持ち上げていただくとしっかりと大腰筋、働いてきますので、このように後ろから前にと足を持ち上げてみましょう。では、こちらも10回行っていきます。せーの。1、2、3、お腹意識してくださいね。4、5、6、7、8、9、ラスト、10。はい、OK。では、今度反対側ですね。この時に大きく足を後ろに引いた位置から持ち上げてください。そうすることで歩いている時の後ろから前に振り出す運動にもつながってきますので、歩幅は大きく足を後ろに引いて行ってみましょう。では、いきますよ。反対側いきます。せーの。1、カエルの足のように。2、斜めに持ち上げます。3、4、5、後ろから前に。6、7、8、9、ラスト、10。はい、OK。では皆さんお疲れ様でした。このようにですね、大腰筋しっかりと伸ばして強くしてあげるとですね、歩きがですね、後ろから前に振り出す速度も乗るようになったり、歩いている時の姿勢も良くなってきます。どうしてもですね、大腰筋が弱くなってしまうと、腰椎からね、支える力が弱くなってくるので、ちょっとこう骨盤も落ちてですね、ここですね、背中がですね、もう真っ平らになっているような、そういう姿勢ですね、フラットバックとも言うんですけど、そういったですね、姿勢もかなり普段から悪くなっちゃうんですね。そうすることで、なんとかこの姿勢を維持しようとして、さらに骨盤周り、股関節周りが硬くなって、こういうのっそのっそした歩き方になってしまってですね、移動速度、歩行速度も落ちるし、全然こう前に進まないから、その分足を前に出そう、前に出そうとして、もうすぐヘトヘトになってしまう。そういった効率の悪い歩き方になってしまいますから、しっかりとですね、姿勢も歩行もですね、そしてバランス能力もアップさせて、健康寿命をさらに向上できるように、この大腰筋しっかり鍛えてみてくださいね。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどん紹介していきたいと思います。ご興味ある方、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。そして私の過去の動画でお家でしっかりとトレーニングできる方法を紹介しておりますので、こちらも合わせてご参考くださいね。それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。今日もありがとうございます。